ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。今回はサンダージャンクションの模倣物の新カードによって再評価されそうな顔たちをご紹介していきます。相性のいいカードが登場したことによっていきなり注目が集まったっていうカードね、過去にいくつもあります。そんな可能性を秘めたカードをご紹介していきましょう。まず最初に紹介するのは英雄の小遊地です。とにかく伝説をサポートできる土地、伝説の呪文なら好きなマナを出せる上に伝説のクリーチャーに呪言と破壊不能も付与。すでにエスパーレジェンズ、フォーシースライムなどに採用されているカードですが、なんと今回のサンダージャンクション伝説のカードはビッグスコア含めて54枚も登場します。かなり強力なカードも多いですし、伝説のカードをサポートできるこの土地はさらなる活躍間違いなし。特にプレーンゾーカー、クリーチャーだけでなく伝説のエンチャントも複数登場するので、マナベースを支える強力なカードとして再評価されそうです。続いては眠らずの戦闘、エルドルインの森で登場した対抗色のクリーチャー化できる土地。その中でも特に注目したいのが青若。現在のスタンダードではあまり活躍する機会がなかったこの土地ですが、青若のアーチョクトデッキや低射手段の目立ちたがりを使用した果敢デッキなどが大きく注目されています。青若の攻撃的なデッキが環境に食い込むならこの土地は必ず採用されるでしょう。今ならなんと50円ですよ。続いては美少術師。今回の砲台メカニズムとめちゃくちゃ相性がいいと話題になっているのがこのカード。最後の決戦、三歩先など強力な砲台カードは軒並み1マナ。それらをサーチしつつ33のサイズが残るのは超嬉しい。3歩先はクリーチャーをコピーするモードもあるので、打ち消しながら美少術師をコピーし砲台カードを追加で持ってくるなんてことも。続いては霊気の薬瓶。テンポよくクリーチャーをインスタントタイミングで場に出せるカードとして、モナ以下では主にマーフォークなどの部族デッキやデス&タックスなどで採用されてきましたが、最近は部族デッキもそこまで大きな活躍を見せているわけではない様子ですが、今後さらによく見かけるカードになるかもしれません。その理由はやはり潜入者サトル。マナコストを払わずに戦場にクリーチャーが出るとワンドローさせてくれるこのカードは、霊気の薬瓶によってただでクリーチャーを展開していくだけでガンガンカードを引けてしまいます。特に霊気の薬瓶はピーチャーの展開を助けてくれはするものの、このカードを出すことによって手札は1枚減ってしまっています。しかしサトルはその手札の損失を一瞬でカバー、なんなら生き残れば生き残るだけ恩恵が増えます。サトルと相性のいいものは数多くあるものの、一番無理なくそして好きなく出せるカードなので、今のうちに4枚集めておきたいカードです。続いては白日の元に。このサンダージャンクションで最も話題になってるコンボといえば、再覚醒したジェイスで嘘の神バルキーを計画し、次のターンに第2面の正解の騙しやティボルトを唱えるというコンボ。強力ではありますが、どちらも手札にないとこの挙動はできません。しかしティボルトを踏み倒すのであれば、何もこのカードでなければいけないということはないんです。元祖ティボルトを踏み倒しカードといえば、そう、白日の元に。唱えるために使った色の種類が多ければ多いほどマナ総量が大きいカードを唱えられるという仕様のカードですが、モードを持つ両面カードなら第2面も踏み倒し可能。ジェイスの登場によって白日の元にが再評価され二刀流で攻める、こういうのね、かなりあり得るんじゃないかなと思っています。最近は5色も簡単に出るマナベースになっているので、そろそろ大化けしそうな予感。続いては探査装置。誰やねんこいつと思わず言ってしまいそうなカードですが、効果はシンプル。アーティファクトが場に出るとパワーをプラス1してクリーチャーに速攻を付与します。シンプルにアーティファクトクリーチャーが出れば速攻を付与できるっていうカードなんですが、かなり限定的な効果と思うかもしれません。このカードを統率戦のデッキを組んでいる時に発見したんですが、よくよくスタンダード周りを見回してみると、今のクリーチャーたち出た時に軽々しくアーティファクトのトークン出しすぎじゃないですか。例えば新カードなら落星の学者ロクサード、出た時と攻撃時に隕石トークンを倍出すクリーチャーです。ということは自動的にお膳立てなく速攻が付与されることに。他にも砂嵐の回収者、坂戸めの農家、今でも使われているアタッカーで言えば名もなき都市の保証茨橋の追跡者もトークンを出します。パワーを上げつつ速攻付与、つまり2万の闇場への火、強すぎる。なおですね、アーティファクトが4つ出てしまうと勝手に土地に変身してしまうので注意してください。続いては洞窟探検。今回2色凸として場に出るだけで手を飛ばす砂漠が登場します。しかしタップインなどがテンポが悪く、なかなか使いこなすのが難しいですが、土地が全てアンタップインになるエンチャント、洞窟探検を使えば全ての土地がアンタップイン。もともとは洞窟土地をサポートするカードでしたが、砂漠を活用したデッキでも注目間違いなし。パイオニアではこれと風景の変容を使用した無限コンボも開発されており、砂漠のダメージを飛ばす効果を何度も利用する、さながらモダンのバラクートのような土地コンボデッキが今後登場するかも。世界観のフンヌとも相性がいいのも良さそうです。続いてはプロフトの映像記憶。
カードを複数枚引いているとクリーチャーを強化できるエンチャント。パイオニアでは最近イゼットフェニックスの変形版としてこのカードを採用した形が登場し始めています。そして今回登場した相性のいいカードといえば精神の決闘者。悪事を働けば手札の入れ替えが可能になるのでプロフトの映像記憶でコンスタントに強化できるようになります。そもそも出た時にワンドローがついているので損しませんし、攻撃的な豆の木を登れと言っても過言ではないのでは。スタンダードにも考慮のような軽いドロー呪文があるのでかなりうまく使えそうですね。続いては5馬館への進行。相手の手札から1枚追放しプラス2マナ払わないと唱えられなくするバトルで、今でも白い攻撃的なデッキに採用されているカードですが、今後さらに強く使えそうな1枚になりそう。その理由はやはり英文の阻むもの。相手の呪文を一旦遅らせるためテンポを奪う強力なカードとして注目されていますが、一番下の能力で墓地や追放領域から唱えるカードを2マナ重くさせることができ、5馬館への進行で重くしたカードに対しさらなる重税を課すことができます。4マナも多く払わなければいけないとなればもはや唱えることは不可能。しかも裏返れば英文の阻むものを守れるようになるので縛りを継続しやすくなります。一時2000円を超えていたカードですが、最近は比較的手に入れやすくなったので今のうちかも。続いては神出鬼没のカワウソ。1マナ11という可愛いサイズながら自分よりパワーが小さいクリーチャーにブロックされなくなるしたたかさもあるカード。果敢がついているので呪文を連打してどんどんサイズアップすれば手に負えなくなるカード。今回精鋭射手団の目立つたかりが最注目カードの一つとして挙げられていますが、このカードはその脇を固めるカードになりえそう。青赤果敢デッキにすればソイの即走、神出鬼没のカワウソ、精鋭射手団の目立つたかりといった軽くて優秀なカードが揃うので爆発力もピカイチ。出来事のサイズアップも噛み合っているので探索するドルイドと組み合わせて青赤タッチ緑の形も自然に作れますね。何より追い風なのが対抗色のファストランナーの登場。序盤の動きが課題だった果敢デッキが完全体となって大暴れするかもしれません。続いてはピクニック嵐。パワーが4以上のクリーチャーがいれば2段攻撃となるカード。すでにグルールアグロデッキで採用実績がありますが、今回のセットでは攻撃的なカードが多いためさらなる活躍が見込めます。その代表的なカードがアロエの錬金術。ピクニック嵐は自分自身がパワー4以上になっても2段攻撃になるので、アロエを計画すれば5、4、2段攻撃トランプルで攻撃可能になります。いやそれじゃアロエじゃなくてインスタントで動けし巨海内狩りでもよくねと思うかもしれません。ですが3ターン目の動きを想像してください。ピクニック嵐は攻撃クリーチャーに指定した後にパワーを上げても2段攻撃はつけません。必然的にパワーを上げるのは攻撃前、つまりソーサリータイミングになります。ということはより多くのダメージを与えようとするならばパワー底上げのカードがインスタントである意味は薄いんです。しかも巨海の怒りに対応して除去されてしまった場合、一気に2枚のカードを失います。ですがアロエならばアドバンテージを失わず次のターンに0マナで3人トランプルを出すことができます。これは明確にアロエの利点です。もちろん巨海の怒りと同時採用するのが一番いい形になりそうかなと思っています。さらに2ターン目にアロエを計画した場合、3ターン目の擬態する陥落者ゴドリックの祝祭も達成できます。これらを採用したグルールアグロはかなり戦えると思いますし、ピクニック嵐は4枚フル採用間違いなし。環境が遅くなっている今大きく活躍するチャンスなんじゃないでしょうか。ということで皆さんもね、これ再評価されるんじゃねっていうカードがありましたらコメントで教えてください。またハレルヤですね、サンダージャンクションの無法ものボックスシングル予約を行っております。ぜひ予約はハレルでよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトラックお疲れでした。また次回。